市のやってる団体はもう7年くらい環境事業をやってきて、大体年間1500万くらいの事業をやってる団体だったので、もうそろそろ自分たちの取り組みで自分たちが動くだけじゃしょうがないから、団体のコーディネートをやろうということに方針をシフトしまして、手を挙げまして、初めてやりました。で今の段階でも NPO がやってるのはもう4年目になりますけど、まだ他にはありません。自治体がやってる事業は多いですけども、NPO 法人がコーディネートになってるのはまだ別です。2カ年で、全額で予算がですね800万と500万ですが、1300万の税金を投入していただいてます。で私たちはこの投入したものをやはり根付かしていかないと、その投入した分が成果にならないわけですから、こういう活動をどう次に展開するかというのは課題なんですが、県はやっぱり2年予算をつけたら終わってしまうもので、非常にそういう面ではフォローがないために、せっかく投入した税金がいけないんじゃないかなということも一方ではまだちょっと課題にはあります。で我々としてはもう必死になってこの、次に取り続けようということで、印旛手賀沼環境学協議会というものに全然行政の支援はありませんけれども、スタートしたのが今日。話としてはですね、市民ができる、事業を各地で組みましょうということを呼びかけて、いろんなこの技術的なものも支援しながら、市民参加型の事業をあちこちでやりました。2005年は7テーマ10箇所、2006年は11テーマで、11団体が11テーマを実施しました。2005年は私たちのリーダーのもとに各団体に協力してもらってやりました。2006年は公募をしまして、団体から手を挙げてもらいまして、予算を各団体50万ずつくらいつけまして、1年間取り組んでもらいました。そういう意味では、ここにいろいろあちこち黄色や青の字がありますけれども、流域のいろんなところでさまざまな活動をやりました。そのちょっと内容を、一つはこういう上流部にある水路、排水路なんですけれども、ここがやっぱり排水が流れ込んで汚れているので、そういうところをビオトープ型の管理をしてきれいにしようということでやりまして、ここのように各地域、自治会の方がやったんで、こんな大胆な看板を許可もなくつけてますけれども、こういうふうなことも勝手にやってびっくりしちゃって、私びっくりしちゃったんですけども、でも堂々と自治会のこの辺で住んでる町会の方々なんで、水に影響ないから問題ないんですけれども、こういう PR をしてますね。でそこでやったのはコンクリートの水路、こんな水路ですから、そこが普段は晴れてるときは乾いちゃうんですね。そうすると今まで生きてた生物が生きられなくなっちゃって、こう生物の連続ができなくなるんで、うっすらとでいいからいつも水をためようということで、こんな5センチくらいの堰を作りました。そうしますとですね、ここにちょっと見えますけれども、こういう障害物を作りますと、その近くにこう砂が溜まってきまして、非常に浄化効果が高まるということで、わずかちょっとした工夫なんですけれども、これすごく効果が上がるので、我々としては教えてやってみてもらっていって、自治会の方々にこう指導してやり方を教えてやれるようにということをここではやりました、ね、でそこに植栽、植物も何もなかったので、こういう植栽をやっと増やそうということで、それが流れてしまわないようにネットなどを取り付けて、こういうことでビオトープの環境、生き物がたくさん生きられる環境をこういうところで作るんですね。今回はこれ、20箇所、20メートル間に20箇所こういうものを作って、1年間で大体40万弱です。40万くらいの予算でできますから、そういう面では地元の自治会の人たちが土日にやって、ゴミ拾いもちょっとやってもらって1年間管理していくってことで、大きい金額ではなくて、400メートル区間が推進改善できますから、非常にそういう意味で効率のいい事業かと思います。それをどう評価するかはまたこれからなんですけれども、で、次の団体はこのような水路の生き物調査をしまして、特にここのシジミなんかは二枚貝ってすごく効果があるんです。浄化効果高いので、国産のこういう二枚貝はあちこちで増やして水路をきれいにしましょうというようなことでやっている団体ですね。そこは印旛沼のすぐ近くで、こういったちょっとしたアルミ製のいかだなども置きまして、特にこれはどっちかこういうふうに環境学習なんかに使うのに便利なので、割とシンボル的に
計などもしております。でそこの河川敷をこの団体とあの県等が一緒に整備して、いずれはこういうところをあの大勢の人がさあの来てもらえるな公園のような機能を果たせるようにしようということで今整備を始めています。あとは違う団体ですけど、あの農薬の有機栽培のお米を作って、田んぼの生き物調査などをするっていうのは小学校と取り組んでいる団体ですね。こんなことも、あとはあのさっきのような水路やもうちょっとまともな川ですね。だけどやっぱり生き物の住むところが少ないのでということで、このように石を置いたりですね、ちょっと邪魔物を置いて生き物の住処を作ろうというようなこと であの水草を増やす方法を前の年にちょっと見せて、こんな風にしたら増えるよというふうな、あの定着するよというのをやりました。その次の年自分たちでやりまして、4種類くらいの水草がたくさん増えて、まあ、こういうのあるとこの辺たくさんあの小さい小魚が住みますから、非常に環境が今まで比べて良くなるということで、そんなに手をかけなくてもいい。で、こんな顔ぶれで大体あのこちらに皆さんお集まりくらいの年代層の方々が、土日作業しますね。それこういうふうにあの育っていうんですけど、あの水辺のところにやっぱりあの生き物の環境を整えるということで木の枝を張ったりして育って霞ヶ浦で育組合が作ってもっと大々的に事業規模でやってます。土木工事 の代替としてこういうあのコンクリートじゃなくてこういうあの自然のものでやりましょうなんてやってます。非常にこういうものもあるものを使ってあの市民の技術でできる。あと子どもの団体なんです。これは学童なんかの子どもたちの保育授業をやってる団体もこの事業に手を挙げまして、この子どもたちは夏休みの活動ということで、泥をさらったり、こちらは水草外来の水草で駆除しなきゃいけないって環境省に指定されているような水草を集めて、ここで堆肥工場に持って行って堆肥を作ってもらって、それをですね、あこれはそこの団体があの小魚を、放流したりしてその堆肥で自分たちのところのプランターに、種を植えて、このプランターを町のあちこちに配ってあるというようなことをやり、これは今年も文部科学省の事業を手挙げまして、この事業をこういう事業と続けております。近くの学校と一緒にやったりしてまして、あの学校の学校給食の残さなんかを持ってきたりして、そういうことでは広がりが出てきてますね。で今のあれをもうちょっと本格的に事業化しようということで、やったのが障害者の作業所の方々が働き手になってやりましょうということで、水草と停電をここでっていうのね、土ですね、停電を除去しまして、学校給食の残さと一緒に先ほどの、堆肥工場に持ち込んで、堆肥しますね。これがさっきの草をチップにしたもので、給食センターからもらってここにある種菌と合わせてさあの60分くらい機械にかけて取り出したのを、これもこの事業の中で作ったあの手作りの小屋なんですけれども、そこに運び込んでこうやって堆積しておきますと2週間くらいでよく発酵して、非常にいい肥料ができます。でそういうものを、やりまして、これはこの後県から、委託事業でですね、あの水草去年が8トン今年がこれからやるんですが12トン、えらい話なんですけども、あの堆肥にしてくださいっていうのが来まして、でやります。で今度これを小袋に入れてインバの恵みっていう名前の堆肥にして売りましょうっていうところも、で今売り先をいろいろ開拓してくるところです。あの非常によく育ちますので、プランターなんかにこれがその工場で堆肥製造のこう経過を取ってもらいました。で大体あの一般にその発酵してよく発酵した堆肥というののグラフなんですけれども、何回もやりましたから何回も取ってくれて、大体この1週間くらいですね、10日間くらい60度とか70度くらいで高温のすごく菌が張ってすごく熱くなるんですね。でその後あの大体ずっと下がって、大体3週間くらいすると落ち着くというようなことを全部パターン、そういうパターンを取ります。でこういうふうなグラフが取れた堆肥は農家はお金を払ってでも買いに来ます。あのいい堆肥になるんで、だから農家がお金を払って買いに来るようなものを作らないと、あの最後のものはまたゴミになっちゃいますから、品質っていうのは非常にあの重要です。でこういうこともあの、お願いするときにみんな火をかけてつけてお願いしますから、ちゃんと記録も取っていただいてます。
まあ、これは障害者 の、 その作業所の支援をしている団体が、まあ、これからこういう、障害者が担い手となってその環境の事業のを支えていきたいということで、いろいろ考えているところですね。でこういう事業なら十分作業所の仕事として組めるのでということで今、千葉県の作業所の人たち の、 その平均の月の賃金1万円ちょっとくらいなんですね。少し上がったらしいんですけども、で県はどんどんその賃金アップをしなさいというふうに政策的に言われていると。だけど賃金アップっていうのは具体的にこういう事業を作ってこそ初めてアップですから、あの全てそういうものを仕掛けていって成果があった時の結果として賃金がアップするだけのことなので、あの一個ずつやっぱりコツコツやっていったことが成果になるっていう方法しかありませんから、でこういうあの十分仕事として担える産業分野が出てきてくると、1ヶ月1万円なんてことなくて1日彼らに今3000円私たち払ってきてるんですけども、やっぱり1日行けば3000円の仕事が十分できるということで、あのそういう仕事を増やしていくことがあの障害者の人たちの賃金アップになるということで、我々としてはこの環境分野っていうのをあの作業所の仕事としてできるだけ具体的に組み込んでいきたいっていうのが、あの一つここ の、 の私たち の、 その協議会に作業所の方々が参加している目的なんですね。でそれでこういったグランドワークの型地域再生っていうふうな言葉を掲げまして協議会を設立をしました。この時は、千葉工業大学の学生さんたちが、自分たちの授業の一環であのテーマを与えられて少し参加してくださってますので、この辺がなんとなく後ろから見て分かるという、非常に賑わっておりますね。できれば大学と我々の間もそういうあの大学にとっての必要なプログラムを我々の活動から提供できるということも重要なのです。で2007年去年実施したこと、この協議会7月に設立したんですけど、それから実施したことは先ほど設立フォーラムをやって、その後同時に企業向けの地域貢献に関する意識調査ヒアリング調査を、終えました。430社くらいに調査を出しまして、個別企業からいろいろ聞き取りをしてきました。で環境と農業というテーマで連続学習会を月に1回ずつ行ってきています。で千葉工業大学での講座を我々は今6個が去年は持ちまして、私たちの方で、その部分を担当して取り組んでいきます。で川の日ワークショップ関東大会という、これはあの国の方の大学の人たちの予算がこうなんてやってる、毎年やってるもので、そこにあのさっきの外来魚の駆除と堆肥化でエントリーしましてグランプリをいただきました。と印旛沼のほとりにバイオトイレを設置しようということで、我々が持っているあのものがあるんで、それを護岸設置しましょうということで、なかなかあの電気の契約とはちょっと、年間30万ずつちょっと使用料があるので、それを誰が負担するかとかでちょっと協議をしまして、なんとか年度内に設置したいということで、でそれで、まあ、東京電力みたいなところに少しでいいからあの維持するための30万のうちの一部を出していただけないかと、東京電力協力っていうふうに看板掲げるのでお願いしますということなどを言って、東電に少し協力要請をしてきております。であと企業と NPO の講習会なども2回3月にも見てありますけど、11月3月にというふうなことで、ちょっとこう単体ではやれないことをここではやってきております。それでですね、次にその続きをちょっと簡単に、それで、次はちょっと企業向けの事例っていうのをいくつか、あの団体も多いんでいろいろあるんですけども、その中でちょっと話が進んでいるものを報告します。この間私ここ来た時にちょっとおしゃべりをした古紙 100% という食器をこうきれいに拭いてから洗いましょうっていう生活スタイルを提案しようということを考えて、それについて企業の協力を得ようということ、でこちらでもきっとあると思うんですけども、こういうふうに生活排水が川に流れ込んでいる場所というのが、これもそうですけど、ところどころにあります。これはこの向こうの住宅地が下水道に入っていなかったり、ちょっと古くて単独浄化槽で台所の雑排水はそのまま川に流れてしまっている地域っていうのがこちらにあるんですね。でそういうのはあの個人の責任じゃなくて、その都市の整備がそういうふうにあのできないところもありますから、どうしてもこういう部分は
なくならないんです。減ってはきてますけど、なくならないんです。で、これが結構濃度が高いので、これは取り組めば減らせることができるのでということで、これを取り込もうです。で、多分皆さん一般的に聞いたことがあると思うんですけど、結構生活雑排水というのは汚してるんです。で、家庭の排水の中で、流す排水の中で台所から流れている汚れが 45% なんです。で、その 45% の中にですね、こういうふうなものが流れているわけですけども、で、魚が滑る水質っていうのは BOD でいうと5ミリグラム、1リットルの中で5ミリグラム以下っていうふうに言われてるんですね。だけどじゃあこういう醤油やソースを流してどのくらい汚れるんだっていうのがもう研究機関の試算されてまして出てまして、でこの醤油ソースをですね、わずか醤油1グラムを水10リットルの中に1グラムをほとんど入れた時に、その濃度っていうのが22ミリグラムになるんですよ。だから魚が住める5ミリに比べるとはるかに醤油1滴流しちゃっただけでものすごく汚れるんです。でマヨネーズなんか129ミリグラム油も入ってますからね。で特にこううっかり流す日本酒とかいうのは 110cc とか水の中にちょっと入れただけでです、牛乳、ビール、日本酒なんかもすごく濃度が高いんです。でこういうものをうっかり知らないでどうってことはないと思って流してるものがさっきのような排水の汚れになるの でこういうものは飲んでしまえばいいし拭き取ればいいだけなので、そういう生活提案をこれは環境のためにもいいし、例えば下水道に流れた後にそれを今度きれいにするための電力の消費を減らすためにも非常に重要なので、こういうのは市民みんなで取り組めば結構できるんじゃないかと、難しい話じゃないぞということで、これをテーマにしています。で効果的な排水抑制をしましょうということで、拭き通るって名前の商品をしたんです。あるものなんですけど、我々の独自のオリジナルの名前の商品にしました。で今企業の皆さんにお願いをしているのは、こういうティッシュのボックスみたいなその古紙だけで作った拭き取り専門の紙の箱をですね、企業名とかメッセージを入れて、企業のその器にして市民に配ってもらえませんかってことをお願いします。でできればこれは将来的には企業事業所間の古紙回収なども入れていきたいので、そうするとうちの会社から出した古紙で作ったものだから、まあ、きれいに中を取り戻しましょうというふうなメッセージをこう入れてもらうことができます。で、だいたい1個あたり100円切るぐらいの金額で、企業の名前も全部印刷したものを提供できるように今メーカーとの話がだいたい済みました。だからそれを家庭とか学校向けの啓発グッズとして出してもらえれば、主婦はそれを買わなくって手に入りますから、非常に誘導しやすい、やりやすい、取り組みやすい。で、それは20年度も今年からやるんですね。で21年はね、その次の課題としては特に古紙を出していくような役所だとか大きい事業所から古紙回収のルートをこのメーカーの方に持ち込もうということで、メーカーからはこう大きいトラックで来るわけです、製品が東京の方に。だから帰りがけの便に乗っけて向こうに持ち込んでもらおうということで、これも今古紙出してますから行き先を指定してもらえばできますので、これも難しい話ではないので、そうすると確実に銚子から出した紙が銚子の市民のその水質改善の紙となって戻ってくるということが実際に現実のものとして出す。ただ課題はですね、紙配っただけで進まないんですよ、こういうのは。なぜかというと、そういう生活方法はしたことがないから。それでですね、大事になってくるのがこの講習会っていうものです。これはイメージとしては自治会みたいな地域の台所とか主婦の方たちと一緒にのところでの講習会をこういうふうに並べてやって、例えばこういう汚れをこの中で洗っちゃったらばどれだけの汚れになるかってことをこう見てもらうということですね。でこういう紙を、これがまあその、今100円切って出そうという形イメージのものですけれども、デザインはもうちょっと変えますけれども、講習会が必要であると。でこれは学校で講習会をやってるんですね、4年生の授業で、こうやって、結構面白がっていろいろ発言してくれます。でいろいろ工夫を凝らして汚さないことをみんなに大事だよってことを伝えるための講習。でこの赤字になってるところはちょっと企業にお願いしようかなと今思っていて、ちょうど千葉県の企業向けのプレゼンテーションを今度機会がありますから
なんとかそういうところに入れさせてもらって、さっきのような講習会がですね、うち私たちも無償でやるってことは基本的にやらないようにしてるんです。人に動いてもらった時にお金払うっていうふうにしますから、1回の講習会は2名で半日かけてやるっていうスタイルで、いろんな諸経費もかかりますので、あのバックで入れる動く我々の経費もかかりますので1回の講習会を1万円っていうふうにちょっと考えています。で1万円自分の地域のなんとか小学校の講習会用に1万円寄付してくださってる企業がいれば、そのなんとか小学校で年に1回ずつ1万円ずつ寄付してくれれば1回ずつ講習会をやる、毎年4年生で講習会に来るっていうと6回やると全員あのどんどん毎年同じ違う子たちがやりますから、そういうことで講習会の費用をあの協賛いただけないかということをお願いをしています。もう一つはその企業の名前を入ったグッズとして購入していただいて、講習会の時に各家に持ち帰ってもらえるようなものとかをいただけないか、あと腰排出腰を製紙メーカーに逆流させてもらえないかということを、企業にはお願いして、で試算しますと大体300世帯をモデルとしたあの各こう家の奥さんたち呼んだりする講習会をやって、ちゃんとそのポイントで水質調査などもやって成果の報告のチラシなどもやって、で NPO のこう授業で試算しますと大体1エリア50万円くらい、半年間くらいの活動ですけど できるの でこれで本当にさっきの流れが流しとかがカットできて、例えばその削減1割とかっていうのを削減できればですね、どんなことをやる対策よりも最も安い費用です。でこれは1回あのそういう生活スタイルを身につけますと継続してやってくれるので、私たちはあの回収をどうやる、いくらの施設を作ってやるということも大事だけれども、まず一番やる必要があるのはこういう各世帯にそれあのお所有を 1cc 流したらどんな汚れになっちゃうんだろうということを教えて行ってみてもらうっていうことをやるのが一つこう NPO の仕事じゃないかと。これはあの、行政の方の資金を出すには非常に値する非常に有効な仕事だと思って、今口説いております。で今年はあの私の住んでる鎌ケ谷市というところが県外の予算を取って、で1箇所で提案したらどうせやるのは2箇所やでっていうことで、100万くらいで、ね、予算出したらかかる日はちゃんとかけといって明日しに行くんですけど、102箇所で300世帯ずつ2エリアで110何万くらいの予算で提案して、これはもう予算つけるってことでちゃんと成果を上げてくれと言われてますから、こういうことは本当にあのこういう皆さんやるのに非常にやりやすい視点なんですね。でもう一つは先ほどのですね、企業からじゃあ1万円出してもらうっていう方法をどうやって出してもらうんだということを考えました。でこれはこっちでも使えます。クリック募金っていう名前の方法で一般市民と企業が NPO を応援する仕組みっていうのを考えました。でこれは方法としてはですね、さっき言ったみたいなこういう講習会をやりますという活動をここの紹介するんですね、あのホームページで。それからこの活動をですね、あの応援しましょうっていうスポンサーの企業さんに声かけて、あの例えば1万円分応援しましょうっていうふうに、あとこのスポンサーの企業はこの団体のところにこうスポンサー企業ですよって言って広告を入れてもらうんですね。でこのスポンサー企業とこの活動の面を一般の方々がこうインターネットでこう見ていただいた回数分だけ1回見ていただいたら2円とかっていうふうに、こうあのその1万円協賛した分から落ちてって、1万円分見てもらったら空っぽになるんでまた1万円お願いできますかとか言ってやるんですけども、企業にしてみるとあの地域の活動を応援するってことができるのと、自分の会社をやっぱり名前をそういう活動取り組んでる会社だってことを見てもらうってこともできるので、そういう地域性のあるところだとあの有効かなというふうに思います。そういうことのこの仕組みは今私たちのところはちょっと練習にやってますけど、できればこれはあちこちでバラバラやるよりは一括して一つのホームページの中でやった方がいいので、としては県内全部で全て あのいろんなテーマのものを全部ここに集めて、ここに入ると自分の応援したい、例えば銚子市内の環境 あの事業をやってるところに応援したいっていうふうなこととかいうことであれば、そういうところが企業さんにそこに入ってもらうっていうふうにして、1年のうちには千葉県内である程度エリアとテーマを増やしたあのサイトを作るということで、これはあのある企業がの あの作業でやってます。そのある企業っていうのは
建設系の大きな会社っていうのが今建設費用がどうって減ってるからですね、社内ベンチャーみたいにしてこう新しい企画を立ち上げてるんですね。その中でこういうテーマやりたいからぜひ一緒にやりましょうということで声かけていただいたんで今やってます。でこれこんなこともできますね。ちょっとこれを入ってしまった。イメージとしてはここに活動内容があって、ここが実施団体の紹介があって応援企業の紹介があって、こういうふうなページに応援企業に入ってもらうっていうことです。これがこういくつか増えていくかもしれない、こういうページを作っていくことです。それで、ね、最後にですね、実は今までの私たちの方からこういうのどうですかって言って作って提案していって受けていただきそうなものを選んで提案してます。ヒアリングに行きますと相手の会社からも要望を聞くことができるんですね。で我々はいただいた要望には全部答えようっていう覚悟で、いろんな要望に対して今動いてます。で企業からいただいて今ちょうど動き出すプロジェクトがいくつか紹介しますと、市原の臨海部の企業が植林活動を行いたいっていうわけですよ。今 CO2 のオフセットで植林というのは進められてます。というとどこでどうやっていいかわからないと、であんまり全国であちこちやるっていうよりは地元のところで植林活動やりたいっていうんで、私たちとしては関係者の中で実施場所紹介と見学への誘いをしました。してます。2月にやるので見に行きません。で君津っていうこちらからだと遠いですけども、千葉県の中で一番林業が盛んな地域なんですけども、君津の中で NPO で、林業をやりながら自然体験とか受け入れしてる団体があるんで、そこにこの植林活動やりたいってところの企業を結びつけてそこに対応してもらおうということで、依頼出してます。もう動いてます。もう一つはやはり臨海部の企業で化石燃料重油でボイラーとか炊いてたのをやっぱりそれを減らしたいと、なんとかリサイクル燃料とかバイオジーゼルみたいな自然の燃料でやらないと削減しなきゃいけないわけですから、今、ね、各企業が大きい企業ほどそういうの背負ってますんで、でバイオジーゼルでやりたいっていうことでなんとか廃油を集めて燃やせば燃やしたいんで廃油を集めてくれないかってことを言われができないかと言われて、今廃食油の回収と実施組織を紹介してます。でこれは市原っていうエリアでやるんですけども、 NPO 法人石鹸の町ってところが廃油を集めて石鹸を作っている団体があるんで、石鹸作るだけじゃなくってそういう企業の要望に応えて油をそのエコの活動で使いたいところに油を供給しようってことをやってます。これも組織で決定してやるっていうふうに決めてくれました。これももう思ってます。でつい最近はですね、パートの社員さんの仕事が子供が帰るからって夜残業とかできないでやってもらえないってことは社長の悩みだから、社員確保のために子供たちの保育事業を何とかしたいんだっていうのが言われましたので、公設の保育が終了した後保育サービスを実施できるようにしましょうかってことで、これは木更津の方からの会社で言われて、木更津千葉にある会社から言われたんですけども、 NPO 法人は2つくんです。紹介しました。子どもたちの保育事業やってるところに出向いていってもらって、じゃあプランを提案してその企業のニーズに応えましょうということでやってます。そうしますと我々の活動はこちらから必要だろうと思うことも提示しますけれども、企業からこういうのできないかって言われてることで聞き出してそれに応えるプロジェクトを提供していこうということで、そんなことが一団体でできないんですけども、ネットワーク組んでますとうちはこういうことできる、ああいうことできるっていろいろあるんで、その得意なところを引き込んで向こうにとっても仕事のチャンネルができるわけですから、非常にこう有益なコーディネート事業が最近できているなと思って、こんなことですね。はい、一応こちらの紹介を終えて、あとはなんか少し一方的だと皆さんが聞きたいことも聞けないといけないので言ってください。